まあ、状況によってこうやってね盗塁を絡めた攻撃、はい、リアルチにすれば一番嫌だなというね、うん、チャンスを広げられる攻撃パターンですね。はい、村山さん、そのバッターボックスの小池なんですが、はい、あの中学時代にジャイアンツカップという大会でこの東京ドームでプレーしているんですが、はい、その時にレフトに特大のファウルを打ってたんですね、それを見ていた中畑さんが彼は必ずプロ野球選手になると、この言葉が小池非常に嬉しかったと覚えてらっしゃいますかねと話していましたね。どうですか。キャンプで話をしました。あ、そうですか。これはサードゴロです。背番号44といいますと去年まであのタイロンウッズがつけてた番号を受け継いだわけですからね、この小池も、まあそれだけあの首脳陣の期待っていうのはね、この背番号にも現れてると思いますね、はい、もう顔つきがこのぐらいだったんですよ、小学生の時から。あ、そうですか。体も大きかったしね。横浜高校ではあの松坂と同級生、はい、で横浜高校といいますとベイスターズには鈴木貴則がいて田村がいてということになるんですよね。さあ、そしてバッターボックス